はい、こんにちは、ブルーホースです。ということで、本日はゴロイワカップ。もうなんか、むちゃくちゃ適当につけましたみたいな感じのタイトルになっていますけれども、ロンドンアベニューということで、はい、キリサキ・ジャック・エン・シャーロック・ホームズ・アベニュー、ショット。なんか、スカシップでなんとなくギリギリ、あれだね、スピードアップできましたみたいな、そんな感じになっちゃってますけれども、そんなことは気にしないで発車していきましょう。オッケー、さあ。ルイージのバナナがルイージのバナナですね。ということで、例のごとく何度でも言うよ、初挑戦ですからね、初挑戦ステージだから、とりあえず、前のライダースの、パンティーラインがピッチピチのピーチについていくしかないということですね。わー、危ない。でもやっぱりライダースーツのピーチ、くっそ邪魔だから、どけ、さよなら。ショートカットとかもどこにあるかとかっていうのが分かってないからね、果たしてあるのかどうかも分かってないからね、まあそんな感じですよ。あ、なんかまたピーチ回ってる、どん前。あれかね、最初に言い切ったらやっぱ負けなんだよね、人間ね。よいしょー、いい、ゆけい。俺のことかな。これまたあれかな、コース変わるのかな。コース変わってそうですね。え、変わってる？変わってそうだね。だってこんな中、土ぼこり溢れるところにこんなやついなかったぞ。ね、多分変わってるね。よし、アイテムニコ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 ニなんか、ああ、ちょっと待って、もう来てる。早いって。まあ、早いですね。逃げ切れ、逃げ切れ、来い。ああ、無理です。いえ。ほいっと。仕方がないですね。はい。なんか最近さ、X とか見ててさ、僕もちょっとだけ X とかで、セックスしたりするんですけど、しないよ。X でセックス、どういうことだよ。で、まあ、X でね、子育てのこととかね、まあ、子供のこととかっていうのを投稿したりとかもね、僕たまーにしてるんですよ。なんか最近突っかかられてさ、なんでお前自由に野放しになってんの？邪魔、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 危なあいつ。こっちでいいんだよね。いいんだよね。あーって、あーって、あーって。お前も自由かよ。超自由じゃん。ちょっと待って、あれ、どこ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 、どこ行ったり、どこ行ったり、どこ行ったり。見えへん、見えへん、見えへん。分かれへん、分かれへん、分かれへん。ちょ。うわー、ちょっとドリフト、あー、ドリフト、そう。そう、このタイミングでこれは痛いな。マジで痛いな。しかもコインかよ。そう。でね、めっちゃなんかね、絡まれてさ、お前なんか、お前ごときが子育てを語んなみたいなこと言われたりとかしたんですけど、こすって語るってそもそも何みたいな。こんな風に僕は子供と遊んでますよくらいの投稿に対してさ、語んなって言われてもさ、遊んだ事実をさ、言ったら語んなってさ、もう本当になんか尻滅裂すぎてさ、なんかすごいそいつはさ、なんか子育てについてなんかすごい詳しくやって、なんか私プロだからみたいな感じでなんか生きられたんだけどさ、知らねえよおめえの子育てなんかって、うちにはうちのやり方があるんだからってさ、そもそもさ、他人のさ、子育てについてさ、なんかごちゃごちゃ言うのってマジでおこがましくないと思うんだけど、どう思う？はい、やり直して出直してきまーす。いやー、なんかやっぱりあれだね、本当に最後の最後で逆転されるという、もう超ムカつくパターンっていうのがこの実況っていうか、もうパートの中で、まあこのパートじゃないけどさ、この全体の中でさ、何度起こったことかっていう話だよね。マジでもう本当に仕方ないよね。でも、まあ、その大逆転が最後までできる可能性があるっていうのがマリオカートの醍醐味だから、投げてくれてありがとう。ね、だから最後まで諦めんなよって。で、逆に言うと1位のやつは最後まで油断すんなよっていう、そういう話になってくるってことだよね。ワンワン。ね、お前なんで最後野放しになってるって話なんだけどさ。うしょ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 う。あれ？ 1 周目からこんなんだったっけ？そしていきなり壁にぶつかってしまったんだけど、ワッツ。よいしょー。あれ？こんなんだったっけ？もう覚えてねえや。よいしょー。おいー。オッケー。そう。ね。でさ、例えばよ、コスってに関してさ、なんかさ、もう人のもの盗みましたとかさ、人の、他人のことも叩いちゃいましたとかさ、まあ、お友達叩いちゃいましたみたいなさ、倫理道徳違反とかさ、あるいはまあ、ちょっと犯罪につながりかねないようなことに関して、なんか指摘をするとか、あるいはその、他人のね、親が、なんか注意をするとかっていう、そういうのだったら全然ありだと思うんですよ。でもさ、子供ってどこどこ行きましたとかさ、遊びましたとかさ、うどん一緒に食べましたとかさ、そういうレベルの話してさ、うどんを食べさせるなんてとかって言われてもさ、うどんいいじゃん。ダイエットはあんまり良くないかもしんないけどさ、うどん食わしてなんで、喉でも詰まらせるみたいな。ね、喉で詰まらせる可能性があるからうどん食うなだったらさ、そんな、もうありとあらゆるものがダメになっちゃうべっていう、そんな話じゃないですか。ね、もうバカかって思って。
まあ、そういうやつに育てられてる親こそなんかもうなんかいろいろとツッコミを受けた方がいいんじゃないって思ったりはするけど、まあ、僕はねそういうめんどくさいやつにね関わる理由もなければもう意味もないかなって思うからもう結局無視するんですけど、ね、ほんとどうでもいいわって思ってね、そんなことなんか他人の子育てのこと見てさなんかさごちゃ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 言ってくる暇があればさ、じゃあそれ見なかったらいいじゃんっていうだけの話になるからさ、でなんか早いなこいつ、よいしょよいしょ、ういちょっと待って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 、やめて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 、この中何もできないまま負けるのだけは勘弁したいんだけど、よしもう一丁いけー、お前が抜くんかい、ちょっと待てー、よし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 、怖い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 、オッケー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 、ほんでこっち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 、ほんで休暇もう一丁、そうあとさ自分が受けたことはないけどさ、なんか子供と遊んでさすごい楽しかったみたいな思い出をさとか SNS とかに投稿したらさ、子供ができないところのご家庭のことも考えてるって、そんなこと言ってるお前らのせいで少子化とかさ子供が育てにくいとか産みにくいとかっていうのを作ってんだからな、言っとくけどな、政府が税金をボコボコに上げてるからとかっていうのはそんなの言い訳だからな、お前らが今の自分の生活を一生懸命保とうとするそのせこい心のせいで子供にお金かけようとかっていうのがないだけだから、年収が300万の世帯だろうが1000万の世帯だろうが子供を産んで育てるとか育ててるからな、まあもちろんその年収が低いことによって子供が育てにくいっていう事実は確かにあるかもしれないし、年収が低いことによって子供実際に産んだけど育てられなくて年収があることそうでないことの差が大きくなってしまうっていう事実はあるよ、あるよ、そんなもん統計見たら全部データ出てるよ、だけどさ子供をじゃあ全く持って産まないかゼロかっていうのはおめえの責任だろっていう話で、別に政府は子供を産むなよなんてことは一言も言ってないし、そんなこと法律でも禁じてねえんだからさ、てめえがてめえの生活守りたいがゆえにさ子供も子育てができないんでそれは政府のせいなんだってさ、じゃあてめえはさ政府がさお金取ってたらじゃあ仕事もするなって言ったら しねえって言うのかって話じゃないか、ね、生活するなって言ったら生活しないって言ってもうバナナ食べなさいって言われたらバナナだけの生活するのかって言ったらそうじゃないじゃないですかね、政府が別に何も信じてくださいよ、今どこのタイミングであのあれを切ったらいいのか分かんなくなってすげえなんか終わったわ、この短いコースで引き離されてしまうと結構厳しくなるよね、なんかもう腹立つわ腹立つマジで腹立つわ、ほんでこれか全然逆転の兆しがないじゃん、もういったはぁぶち殺すぞねばゴミめら、マジでムカつく、本当にもう怒りの話をしてるときにねムカつくことが連続して起こると、本当もうなんかもうなんか言葉にできない怒りを覚えるよね、邪魔だってどけよ、ちょっと名もなきファラオども、もうなんでそっちやねんってつんねんボケ、これどっちかターボかけとんねんハゲドリフとか言葉間違っちゃったわよ、でアイテムは手に入らねえしよ、ほんまなんでそれでこれやねん、どうやったやねん、でアイテム取れねえしよ、アイテム取れねえしよ、もう前でやりやってくれ、前でやりやってる間にああ終わったわ、出直しまーす、ダメですね、あれですわ、怒りをパワーにすれば1位を取れるみたいな話をねもうずーっと前からなんかやってきてたけど、結局こういうことが起こるっていうのはまあもちろんねマリオカートだから出てくるアイテムの運とかっていうのも当然だから関係するとは思うんだけど、だけどやっぱりねモックばっか言っててね、なんかねぶっちゃけこれ僕が喋ってる話でさ、いやーなるほどなって思う人もいればさ、なんかさお前ほんとバカなこと言ってんじゃねえよってんなーね、いかにブチ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 なんか愚痴なこと言ってさ、そんなこと聞きながら楽しくマリオカートなんか見れると思うなよって言われたらもうすっきりございます本当に知りませんでしたっていうしか僕にはないんですよね、うん、っていうことをまあ考えると、まあ話題に出した子育てうんぬんでムチムチ言うなっていうのもそうだし、そもそも怒りをパワーにすんなよってね、それでどれだけの方々が不愉快に思われているかっていうことなので、今すごい反省とか懺悔とかを述べているからか分かりませんが、なんか知らないけどすごいなんか1位ちょっとプチあれだよね、なんかあバズってるって言おうと思ったらなんだバズってるって、おかしい、ちょもう踏んだり蹴ったりだわ、ダメージを食らっているときにさ、さらに雷で撃たれるともう踏んだり蹴ったりだよね。
でも3周目でしょ、もう無理じゃん、終わったよ終わったよ、無理だ、無理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 、残念でした。うん、こんなメンタルでね、俺に1位を取られるようだったらもう君たちにも勝ち目はないよ、残念だったな。待て、後ろから投げてくんなよ、後ろから投げてくんなよ、後ろからボム兵とかな、ダメだからな、危ね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 、もうちょっとで落ちる、あれ落ちてたら多分もう本当に終わった。あー、んでこれギリギリダメなんだよな、ギリ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 チョップギリギリチョップ、コナン待てんどー、来たー、13人目の金曜日ー、はい、やばい、残念でした、スタルメガー。あ、こういうこと言うからあれかダメなんだな、うん、もっとおしとやかにいきます。お、本日のティータイムのお紅茶はアールグレイでございますわ、チュクワイ。さ、ロックロックマウンテン、さすがゴロ岩カップだな、ゴロ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 、岩が食べたいんだゴロ。あれちょちょちょ、あれ、あ、ちょっと待って、ちょちょちょっと待って、叫んだよこれ、コントローラーだけ何勝手に解除しとんねん、かけかけ、タコって言いたかったのにタケって言っちゃって、かわいいだろ。あーはー、危ない、あ、ちょ待って、ちょ、すげえ壁、ちょっと待って、はなんかもうわけわからんことが起こってる、どこ向いてんねん、よいしょー、これさっさと降りた方がいいのかな、それとも飛んでた方が得、これこっち行けんのかな、こっち行ったところで速くなるのかな、あんまり速くないどころかむしろ詰まってる。まあ、一周目様子見、一周目様子見。でもね、コンピューターってほんとね、見えないところで速いからな、こいつらな、マジで。ずるいんだよな。よいしょー。食らわないんかい、今の。よいしょー。よいしょー。で、くるっと回って、もう一丁、ピュッと飛ぼうぜ。よいしょ。おい、ジャバーン。なんとか王国のお姫さんよ。で、これがなんか2回2回曲がらなきゃいけないんだっけ、お前、俺のおならでぶっ飛ぶんじゃねえよ、にゃろ。あらあらあら、負けない負けない、よし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 、で、飛んでってほい、よしと、くるっと交換して2個目、あ、ボム兵か、ボム兵微妙だな、あれどこ行った、よいしょ、下のコース行ってないからな、よいしょ、あー、なんだ、よいしょ、 OK、もうキノピコは、は、あ、違う、びっくりした、キノピオリカバー早すぎないと思ったらあれだった、ネコピーチだった、邪魔、あれ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 、2位でバナナかよ、雷とスター出せよ、やばいな、これは本当にギリギリの戦いですね、3周目でスターを何個出せるかだな、じゃあちゃ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 、マジでやる気なくす、ああいうのだけ上手なの、ダメ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 、実況で実況で黙るなんて愚の骨頂だ、オラ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 、よいしょ、あー、取る前にこれを投げとくだけだったな、はい、さよなら、あ、マジか、あいつなんとかしてーな、よいしょ、オラ、とりあえず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 下をくぐり抜けて、はい、邪魔、はい、残念でした、緑は原色、うん、あれ緑って原色だっけ、なんか違う気がしてきた、嘘だろ、やばい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 、逃げ切れ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 、いやー、マジでね、怒りのボルテージがマックスだわ。ここに結局帰ってくるまでね、多分ね、10回くらいやり直したんじゃないか。ロンドンアビニューで逆転されの、で、なんだっけ、テレサレイクだっけ、テレテレレイクだっけ、もうな、もう忘れたわ、ほんま。どうだな、もう、ほんま。いやーね、マジで一人で黙々とやってる時にね、あんなにね、怒りが爆発してしまうと、マジで、なんかもうどこにもこう向きようのない、あれになっちゃうよね。で、なんでこいつらさ、何のテクニックも使ってないのにこんなに速いわけ。マジでふざけないでって思うんだけど。はい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 、終わり終わり終わり。はいはいはい。OK。あー、もう、これよりは普通のバナナ一本が欲しいな。
まあ、でも前回に関しては自分のミスですわ。もうそれはもうそれはもう何の愚の音も出ない。で最後の最後であの岩に引き潰される俺が悪かった。ただその前のいやその直後のアンコーラはマジであれなんなんと思った。ほんまにムカつくわ。ごめん、あのストレートにムカつくわ。で爆発して、あ、オッケー。もう俺がもういろいろとこう受けた。また来てるわー、もうマジで。でね、このね直前にやってたやつもね、直前にやってたパートの分もあのね、2位のくせにな、キノピコやキノピコ、2位のくせになんかさスター使ってさ、でそのタイミングで雷起こってる、一気に抜いていきやがんの。ほんまシコシコしていきやがって、マジでチンチンないくせに、あれなんなんと思った。ほんまそのコンピューターひいきしたいって思うよね。ない普通に、本当にナイチンゲールやろ、ほんま。はいはいはい、おいでいいよ。もうほー、危ない、本当になんかわからないけどバナナを踏んじゃうんですよ。うわー、でこのわからないステージでこうなるのがマジで勘弁してほしい。うわー、あーもうでね、あとね、もう一個問題が、大問題があって、ねこんなのみんなにもあの言ったって仕方がないっていうか、お前言い訳すんなよと思うけど、マジでねコントローラーがカス、マジでカッスカス。なんかね、もうずーっと右行こうとしても左行ったりとか、左行こうとしたら右行ったりとかって、もう言うことが周りで聞かないの、本当に。特にドリフト、何回逆行ったかと思って、ずーっと壁に突っ込んでやがんの、本当に。ねえ、マジで大変だったわ。どうなってんのって思って。ほら。あーほら、またこういうことが起こるだろ？で、またドーンってな、ああ、ならないかい。本当に、太陽が眩しいですね。なぜかクッパ止まってるけど。ああ、やっと来た最終ステージ。結局1時間くらいかかってるわ。ああ、頭ポリポリでもしてないとやってられないわ、ほんと。さあ、ラストはストレートで気持ちよく一発で終わらないと、多分、SD カードも、パソコンも、そしてこれを映してるモニターも、そしてスイッチも、すべてお亡くなりになると思います。怒りのあまり。はい、怒りのあまり。あの人に手を出すことはないけど物に当たっちゃうっていう最悪のねあの習性があるんでね、まあ、それはあの幼少期の頃からおかんによく注意を受けてましたね。ほら物に当たるな、もうおっしゃる通りですね。あれこれ今どこに向かってんの。まああともう一つはね、あのまあ何周もやっててあれなんだけどさ、そのさっきのステージまでで一つ目、あー危ない。そうあのね、やっぱ初見はむずいわ。初見はむずすぎた。よいしょ。うってー、うまいなー。なんで俺があそこに来るっていうのを予測できんだこいつら、マジで。おお。こういう一個一個重なってってマジでやる気なくすんですよ。ふざけんなよ。なんでバナナなんだよ。絶望に落とし込むようなさアイテム取っちゅうので、なんでポコンって。ああもう。いやー、俺はそれでも1位を取る。そうすれば誰も文句言わないだろう。そして俺が一番ご機嫌になるだろう。結局1位になればね、いやーってなるんだからさ、邪魔。あーもう危ないの持ってんな。ほらもうなんかもう早く運べ。遅い。まあそれでコイン取るとかってしばくぞ。あ、コインなかったわ。まあ誰かに当たったけども、そんなんどうでもええねんって。もう当たりにって、もうほんまに、ほんくそ、なんなん、きっしょ。ほんでもう、こんなんもう今取ったってどうなんかも分かれへんような怖い武器やりやがって。よいしょ。これでいいの？これ。わかんない、もう全然、よいしょ。これでいいのか？よいしょ。アイテム1個だけ。もう、なんやねんて。マジでふざけんなよ。ほんまにふざけてるやん。うわ、ありえへんわ。初見とはいえ、これはひどすぎるやろ。ほんまに。追いつける気せえへんよ、こんなんから。ほんで、また後ろから危ないの来てるし。
もうおかしいって。カプコン任天堂か。そういうなんかもうあれですわ、まだ小ボケをできるだけ、ほんま誰も笑わない小ボケをできるだけマシやな、ほんましゃあない。いけー、相手にとってからの、よいしょよいしょ、いけ、いやーもう本当にいらない、届かないし、よいしょ、あら間に合い、キノコ、もう一個、いけ、間に合い、いやーもうね、冗談抜きで2時間くらいこれをやってるんですよ。本当だったら3本4本マリカーだけだったら多分ね1本15分だとすると8本は取れててもいいよねっていうくらいの時間を使ってこれ今やってるんですよ。だからもう今日これできなかったらちょっと別日に収録することにして、もう僕は寝ますもうそれだけね、もうね、もう夜中のヘロヘロのテンションでこれをやってさ、もう本当にもう大変だわ。なんかキノコ生えてきた。本当にもうヘイホー、もう本当に仕事が好きごときが、お前調子に乗んじゃねえよ、俺ら食らえって。おめえのコインは俺のものだ。よし、ああ、いらない。お前のキノコもいらないって。よっしゃ、端っこだけでも。よっしゃ、アイテム、オッケー、ブイーン。よいしょ、端っこ、ああ、いらないな。もうどうせならあいつぶちのめすぎがアイテムが欲しかったんだけどな。結構長いんだよなこのステージね。だからこそ最後の逆転が、まあ、狙えなくもないっていうところなんだけど、正面にいるな。おら、あーちょっとずれた、当たれ、あー無理か、当たった、やった、よしもう2時間もやってるからそろそろお前をやめさせてやらないと健康を害してメンタルもやっちまうぜって。まあ健康を害すこともメンタルもやることも同じかもしれないけど、オーケーと、やばい。でね、あとねもう一個ね、驚くべき事実があった。やっぱりね、狂ってた、事実狂ってたわ、このプロコン、うん、何かっていうとね、ほったらかしにしてるとずーっと左に向かって走っていくっていう事実が分かりました。はい、ということなので、まあ、致し方ないよねっていう、俺の実力だけではどうにもできない問題が発生していたということで、もう、あ、はい、ほら、暗い、よし、お前一人だけなんか素直に行かせるかって言っていい、うら、スリップストリーム、スリップさせてよ。うわー、なんでヘイフォートなんかと一回打ち、もう HP7 の攻撃力 4じゃあ2か、時々3の攻撃もしてくるから注意が必要だよって。本当にもうおらバシャー、なんで追いつけない、そしてこいつやだ、1個破壊した、あーラッキー、よしなんかすげー走ってる、いいね、よしょ、でここでカーブオッケー、まあ赤コーラがあればもう俺の勝ちだなって思ってるけど、なんで2個くんの、マジでうっけんなよ、もうワンステージ1個にしとけよ、ありえねーって。ここでなんとかいけ、やばい、キノコが来てる、よし、オッケー、よし、オッケー、キノコ取れば勝ってたけど大丈夫か、あぶねー危ねえ、もしキノピコがキノコ取ってたらキノピコのキノコで、ああもう立つところだった、ああなんとかクリアできた、もう満足です。もう2時間もやって、本当にここに来るまでにどれだけくくっかかったかも、でもくくったかって言っちゃっても、ああしんど、ああ本当にしんど、いやマジでチャンネル登録とグッドボタンと、もうお疲れ様ありがとうっていうさ、もうコメントたくさんいただけたら最高です。ありがとうございました。あ、また押しちゃった。A ボタン。ごめんなさい。はい。ということで、本日の動画は以上でございます。本当にもう怒り散らかしてね、まあ、たまにはそういう動画がどうしても出回ってしまうので、恥ずかしいところであるんですけれども。はい。またお会いいたしましょう。では、お疲れ様でした。バイバイ。